ラグレン隊。負けるわけには参りません。いってらっしゃい。黒髪なびかせ今日も舞う、人呼んで KP 仮面。お嬢ちゃん、おじさんと一緒にどこかへ行こうか。やめろ、その汚い手を離せ。離せと言って離すぐらいなら最初から掴んだりしないっての。この変質者め、成敗してやる。私にもあんなことができるのでしょうか。イカルガさん、お疲れ様です。さあ次はヨミさんの出番ですよ。はい。一つひもじさバネにして、二つ不幸せとは思わずに、三つ見事な花を咲かせましょう。ヨミさん、あれは。私が行ってきます。Thank you.
何やつ。あなたこそ。私はヨミ。我は村雲、私塾月仙女学会の選抜メンバーだ。まさか、お前は。あなたは、もしかして。呼ぶなら村雲と呼べ。我たちはもう忍びだ。ええ。それなら村雲ちゃん。さらば。待って。せっかく会えたのに。みんなに報告がある。あまりいい知らせではないが。え、何ですの？月仙女学館が半蔵学院に学園祭を仕掛けた。え？半蔵のみんながあの学園祭を戦うの？ああ、まだ確認は取れていないが、すでに半蔵の連中はやられてしまったという情報もある。ということはイカルガさんも。
まったく、この間の蛇女の時もそうだが、アスカたちは何をやってるんだ。とにかくこうなったら月戦に乗り込むぞ。わかったわ。また半蔵の敵討ちね。違う。なんで私たちが半蔵の敵討ちをしなきゃならないんだ。また始まった。強い忍びと戦えば私たちも強くなれる。これも修行の一環だ。決してアスカのことは関係ない。まあそういうことにしとこう。うん、いつまでたっても出発できないしね。よし、それじゃあ行くぞ。決戦ということは村雲ちゃんも。村雲ちゃん、ヨミ、何しに来た。半蔵学院との学園祭ですが、もしや黒髪の忍びと戦いましたか。お前に話す必要はない。わかりました。私も忍び同士の戦いの結果をとやかく言うつもりはありません。イカルガさんが村雲ちゃんに負けたというのなら、それも忍びとして受け入れるつもりです。ですから、村雲ちゃんがどうして忍びになっているのか、それもあえて聞きません。私もここまで来るのにいろいろな事情がありましたから。そうだな。忍びに過去を聞くのは野暮だ。でも一つだけお願いを聞いてもらえますか。お願い。大老財閥が進めている再開発計画に手を貸すのはやめてください。私たちが育った場所が潰されようとしているんですよ。断る。と言ったらどうする。忍び同士は戦ってこそ分かり合える。私はそう思っています。いいだろう。我に勝てればお前の願い聞いてやる。さあ来い。ヨミ。村雲ちゃん、行きます。ヨミ、舞順ジラスマ、任務開始。
ムラクモ、チンコ、ユモ。いざ、グレンのごとく舞い散れ。終わり。我の負けね。ラクモちゃん、おねしょして泣いてた頃とはもう違うんだね。当たり前です。おねしょのことは話さないでください。我も強くならないとね。あなたに負けないぐらい。大郎さんに話をしてみる。戦う前に約束したからね。大郎さんは我の言うことなら聞いてくれるはず。村雲ちゃんと大郎はどういう関係なのですか？言ったでしょ。言ったはずです。忍びに過去を聞くのは野暮だって。ですね。いつかまた貧民街で会える時が来ればいいね。ええ、その時は忍び名ではなく本当の名前で呼び合いましょう。上出来ですわ。面倒やな。いってらっしゃい。あなたは蛇城を抜けた忍びですね。何の用でしょうか？カツラギはわしのもんや。ほう、随分と仲がいいみたいですね。ん？でもちょっと待ってや。カツラギはわしのもんやけど、わしはカツラギのもんやないで。わしがカツラギのもんやったら好き放題されるからな。ということはカツラギももしかしたらわしのもんやないんかもしれん。はあ。で？ん？なんや？
なんやじゃないでしょう。それでどうしようというのですか。何が？だからこれからどうするのかと聞いているのです。ああそうやね。とりあえず葛城とはもう一回戦ってみたいと思っとるよ。違います、今です。今？戦いに来たのではないのですか。ああそうやったね。では相手になりましょう。そうか。始めますよ。何を？ふざけているのですか。ふざける？なんでよ。きちんと会話をしてください。いくら敵同士とはいえ失礼ですよ。会話やったら今してるやん。してますけど全然キャッチボールになっていません。それは当然や、ボールを持ってないからな。もういいです。どうやら話が通じる相手ではないようですね。割とそう言われるな。なんでかは分からんけど。もう気にする必要もないですよ。話などできなくなるくらいぶちのめしてやるけえの。そうか、それは楽しみや。日陰、前順次、任務開始。行くで、どうや、ほら、ほら、どっちかで、キャプレンセン突破。どうや、キャプレンセン突破。ほら、ほら、どっちかで、どうや甘いな。甘いな。どうやほら、いや、どうや、どうや、来たで。やるやん、秘伝忍法。つまらん。どうや、もろたで。はっ、いや。夜桜、鎮魂の雪に沈みましょう。いざ、グレンのごとく舞い散れ。ほら、どうした。ほら、どうした。どうした。秘伝忍法。
相手にならへんわ。あんたなかなか強いんやね。これなら葛城が苦戦するのも当然や。こんなよくわからない人に負けるなんて。よくわからないとは失礼やな。わしのどんなところがよくわからんのや。なんというか、何を考えているのかわかりません。それもよく言われるわ。なんでやろうね。やはりよく言われますか。それで仲間と連携が取れているのですか。もしかしたらみんなあんたみたいに思っとるのかもしれんな。ふむ、わしはどうやらもっと人とうまく話さないといかんのかも。あんたには礼を言わんとな。いろいろ考えるきっかけになったわ。サンキュー、ありがとな。そうですか。それは良かったですね。で、やっぱりおかしな会話になってるんですけど。評価もろた。あなたが柳生にちょっかい出した忍びね。私がやっつけてあげるから覚悟しなさい。それって鬼ヤバくない？ちょっと人の話聞いてるの？ごめん、今メグと電話してるんだ。ちょい待っててね。でもそれってマジ神ってると思うよ。てかパチこいてないよね。神ってる？パチコック？この忍び外国の人なのかな。そういえばどことなくそんな感じもするけど。じゃあトリマメールしてみる。あとーす。わーい、ごめんね、待たせちゃった。ノープロブレムよ。ユーが決戦の忍者ね。アイアムスーパー忍者未来、アイデストロイユー。何それ、めっちゃウケるんだけど。あれ、外国の人じゃないの？ってか私を倒すつもりなのかな。それちょっとちょづいてるんじゃない？ちょづいてるって何よ。日本語を話しなさいよ。
え、知らないの？アリエンティ。もういいわ。これ以上話をしてるとこっちまでおかしくなりそうよ。未来ちゃん、トイヒー、そんなこと言うなら私ちょっとガチで言っちゃおう。日本語の乱れは心の乱れ。私絶対に負けないんだから。未来マイチュンジル、任務開始。未来ち、
鬼強いじゃん。下げぽよ。てか、これじゃレイにメール打てないし、買い物行けないとかマジ最悪なんだけど。未来地マジ KYKYKY って何よ。反応なしか。なんとか勝てたけど、いろいろな意味で恐ろしい敵だったわね。言ってることの半分は分かんなかったし、なんか宇宙人と戦った気分。私のファンの子もこんな感じだったらどうしよう。ちゃんと交流できるのかな。あっちも私をどんな子だと思ってるんだろう。私ネット上だとキャラ違うし。やっぱり幻滅しちゃうのかな。こんな人だとは思ってなかったとか。やばい、考えれば考えるほど会うの怖くなってきた。どうしよう。あなたがヒバリに置いた下子？うん、ミノリだよ。でもミノリは置いたなんかしてないよ。一緒に遊んだだけだもん。あらあら、ずいぶんと幼い感じの子ね。お姉さんはなんだかずいぶんとお母さんな感じだね。あなた、ヒバリとは違う可愛さがあるわね。ねえねえ、お姉さんは何してミノリと遊んでくれるの？お手玉？それとも花一門目？お姉ちゃんも遊ぶのは好きだけど、そういうのは卒業しちゃったわ。もうつまんない。でも安心して、もっと面白い遊びを教えてあげるから。本当に？ワク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 。でもお姉ちゃんの遊びはちょっと刺激が強すぎるかも。みのりちゃんには早いかもしれないわ。大丈夫だよ、みのり遊ぶの大好きだもん。じゃあ大人の遊びを教えてあげちゃおっかな。はじめはちょっとだけ痛いかも。うん、みのりだって大人っぽいところあるんだからね。そう、じゃあ手加減なしで行くわよ。
るか。舞順次ちゃん、任務開始。ほら命がけ。ちょっと下手なんじゃない、ね、ちょっと下手いいでしょ、ね、どうかしら。ちょっと下手なんじゃない、どうかしら。ちょっと下手なんじゃない、やりすぎちゃったかしら。どうかしら、いいでしょ、どうかしら。激しいのね、どうかしら。ちょっとビクビクしてきたわ。どうかしら、ちょっと下手なんじゃない。秘伝忍法、どうかしら。いいでしょ。進め、やりすぎちゃったかしら。なら嬉しい、なら嬉しい。みのり、鎮魂の夢に沈むの。いざブレンドごとくまいしたわ。やっぱり少し刺激が強すぎたかしら。痛いし激しいし、大人の遊びって全然面白くない。大人ってそういうものなのよ。何さ何さ、みのりをお子様扱いしちゃって。はるかちゃんだって大人ぶってるだけじゃん。大人ぶってる？私が？なんか勝手にお姉さんぶっちゃってさ、すっごく偉そう。そんなつもりはないんだけど。どうせ自分以外の人を子供扱いしてるんでしょ。失礼しちゃうよ。プンプン。大人ぶってるか。そんなこと考えてもみなかったな。いい女にはいい評価、当然ね。
楽しませてくれよ。いってらっしゃい。よくも私の獲物を横取りしてくれたな。アスカを倒すのは私だ。私以外がアスカにちょっかいを出すのは許さない。まあそう言い切り立たずに。どうですか、抜け人の生活は。半蔵の敵討ちみたいなことでやってきたところを見ると、ずいぶん暇な様子ですが。暇ってことはないぞ。失礼な。私は毎日バイトで忙しい。バイト、忍びがバイトですか。そうまでしないと抜け人というのは。貴様、私たちをバカにするのか。バカになどしていません。ただ興味があるのです。私のおじい様も抜け人だったので。何？抜け人の生活とはそれほど苦しいのですか。生活は確かに厳しいさ。自分たちだけの力で生き抜いていかねばならないんだからな。だが私たちが選んだ道だ。泣き言を言うつもりはない。お前のじいさんもそうなんじゃないのか。ええ、そうですね。おじい様の口から後悔の言葉を聞いたことはありません。ただ口にしないからといってそう思っていないとは限りません。確かにそうだな。後悔はしていないが、他の道もあったのではないかと思うことはある。私だけのことなら問題はない。しかし何も言わずについてきてくれる仲間のことを思うと、この道が正しかったのかどうか正直不安になる。だが歩みを止めるわけにはいかない。不安を抱えたままでも歩き続けるしかないんだ。その先に私たちだけの道があると信じて。穂村さんの覚悟よくわかりました。話はもういいのか。ええ、あとは忍び同士戦うのみです。ああ、行くぞ。ホムラ、舞順次よ、任務開始。秘伝忍法
楽勝すぎる。強いのですね。お前もな。その強さ、どこまで貫き通せるでしょうか。無論、死ぬまでだ。それは楽しみです。ホムラさんが進む紅蓮の道、しかと見定めさせていただきます。終わったか。ホムラちゃん、お疲れ様。ハルカ、そっちも無事に終わったか。ええ、これで半蔵の仇は取れたわね。だから何度も言わせるな。私はあいつらが気に入らなかっただけだ。はいはい。しかしアスカのやつは大丈夫なのか。
私も苦戦した相手とはいえ、決して勝てぬ相手ではないはずなのに。これはあいつらを鍛えてやらなければいけないかもな。あら、どうして私たちが？敵同士じゃなかったんだっけ？アスカたちがどこぞの馬の骨にやられでもしたら、私たちにとってもおめえになりかねん。そうと決まったら安蔵学院に向かうぞ。素直にアスカちゃんに会いたいって言えばいいのに。うん、いい評価だ。